内有数のメロンの産地吉祥メロンドームにやってまいりました。はい、今日の横門動画はこちら、今くまモンが持ってますホームロメロンプレゼントです。すごい、ね、また可愛い ねさあ、ということでこの後の出張くまモンと語らんねでたっぷりとご紹介したいと思います。はい、お楽しみに。楽しみしてます。はい、はい菊池市七条町にあります七条メロンドームにやってまいりました。はい、中継は私太田弘樹と尾形由美でお送りします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。さて、七条メロンドームといいますと、はい、この建物ですよね。はい、この屋根からねメロンが出てて可愛いですよ ね。さて、こちらの七条メロンドームなんですけれども、はいはいはい、今から18年前の平成7年に創業しまして、はい、実は先月3月に改装終わりまして、うん、新しくオープンしたばかりなんですね。そうなんですよ。でメロンドームということでメロンももちろんあるんですけれども、はい、新鮮なお野菜とかですね、あとその海藻とともにできたご当地バーガーもあるんですよ。ダンスがいろいろ圧倒ですよ。ちょっとご紹介していきましょう。はい、何でしょう。改装して広くなったんですか。あの中身、あのスペース自体は同じなんですけども、うん、はい、外の見た目、そしてこれからご紹介しますけど内装が綺麗になってるんですよ。綺麗になったということなんですね。ちょっとご紹介しますね。はい、はい、ちょっと入ってみましょう。はい、こちらになりますけどね。うわ、広いですね。おはようございます。まず店内とても広いですよね。でどこが変わったのかと言いますと、はい、床とか壁とか天井、白を基調としましてとてもですね清潔感あふれる店内に生まれ変わりました。いや、綺麗になってますね。そうなんですよね。そしてですね、入り口入るとすぐに新鮮なお野菜がずらりと並んでるんですよ。平太郎ちゃん、これ見てください。はいはい、何だと思いますこれ。何それ、チンゲン菜。何ですかそれ。似てますよね。これ高菜なんですよ。そう高菜。そう、いやでしかもこれです、うん、はい、4束入ってて150円ですよこれ。そう、いやこういう姿で見る機会ないじゃないですか。です、ね、あんまり。そうですよね。ね、お漬物とかにね、つけたらどうかなと。そうそう、高菜漬けにいかがですかこれ。すごい。でね、本当にいろいろ見ていくとですね、はい、私ちょっと気になるのが、めちゃめちゃ大きい大根ですよ。見てくださいこれ。立派立派。でも綺麗ですね。綺麗なんですよ。ちゃんと葉っぱもね長くついてて、これで100円ですよ。安い。そう。でちゃんとあの生産者の方のお名前もですね、ちゃんと載ってるので、そうなんですよね。安心してお買い求めできますよね。今日朝ね7時前にはね、はい、準備してらっしゃいましたもんね。たくさん来てらっしゃいますね、お客さんも。そうなんです。おはようございます。ちなみに今日はどこからお越しになりましたですか。山鹿市です。山鹿から、ね、よくお越しになるんですか。はい、はい、来ます。ね、ここの魅力は何ですか。あ、新鮮な野菜。やっぱそうですよね。まずは、ね、新鮮な野菜があるんですよ。 嬉しい。そして皆さん、目玉と言いますと、はい、メロンですよね。そうですよね。そうそうそう、はい、この奥の方にあるんですよね。ちょっと移動しましょうか。はい、はい、ね、向こうのあっちに。そうなんですよ、ここ広いんですよね、とにかくね。いや、あら、あ、毎度毎度毎度登場が面白い。いいですね。またやられちゃいました。やられちゃいましたね。はいはい、いや、なんか私には冷たいんですよ。ちょっと落ち着いて、落ち着いて。くまモンです。おはようございます。すいません、制御できません。はい、ね、よろしくお願いします。話と違うじゃないですか、くまモン。ちょっと、ね、今日もよろしくね。はい、はい、OK、じゃあ早速、ね、行きましょうかね。はいはい、実はこの奥の方にですね、はい、メロンの生産者スタッフの方に集まっていただいております。こちらにいらっしゃいます。皆さん、おはようございます。いや、たくさんの方に集まっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。美男美女だらけでございますけどもね。はい、まずね、手に持ってらっしゃるのこれメロンですよね。はい、こちらホームランメロンです。ホームランメロン、
これどういった特徴があるんですか。ですね、まず果肉が薄くてですね、はい、クリームみたいな上品、クリームみたいな滑らかな果肉とですね、うん、上品な甘さが特徴です ね、これはあの、はい、メロンツルツルですよね、これね、はいはいはい、外側が、はいはい、これが特徴なんですね。そうですね、このノーネット系のこの白い花が特徴ですね。ねえ、おがちやっぱりちょっと食べてみたいですよね。食べてみたいです、ちょっといいですか、いただいても、はい、こっちくまモンがだんだん気をつけてくださいね、すいませんね。くまモンメロン好きかな。くまモンメロン好き好き好きだ。そうなんだ。じゃあ皆さんの代わりに私が食べたいと思います。はい、これがホームランメロンですよ。クマモンちょっと落ち着いてね。いきますよ、いただきます。はい、甘い、みずみずしくて美味しいですね。ねえ、甘い、まあ、皆さん、ね、愛情込めて育てますもんね、はい、そうですね、はい、ちなみにあのホームランという名前の由来とかありますか。あ、ですね、まず、この熊本県がですね、このホームランの発祥なんですよ。はい、王貞治さんがですね、はい、巨人軍の選手時代にホームランの、日本記録を打ち出した年にですね、うん、作られたことから、この名前がついたと言われます。すごい。だそうですよ。知らんかった。王貞治さんちなんで、はい、そうですね、はい、味もまさにホームランです。ホームランでございます。王さんは食べたことあるんですか。はい、王さん食べたことあるんですか、ホームランメロン。そうですね、ちなみに王さんは食べたことありますか。ちょっと存じ上げないですね。送ってください王さんに。まあね、知り合いからいただいてるかもしれませんね。そうですね、はい、はい、そしてメロンも種類がありまして、ええ、これから出てくる種類って何かありますか。これからがですね、高見レッド、肥後グリーンになります。あ、今手に持ってらっしゃるのは高見レッドですね。なるほどですね。大体何種類ぐらいあるんですか。大体大まかに7種類ぐらいですね。7種類ね。生産者の皆様集まっていただいてますけども、あのいつもどんな思いで作ってらっしゃいますか。まあ丹精込めて作っていますけど、本当大変ですね、作業はね。はい、そうです、暑いのに寒いのにいろいろありますけど、はい、頑張っています、ね、今年の出来はどうでしょうか。あ、バッチリです、ね、はい、本当に、ね、旬を迎えたメロンがたくさんありますよ、はい、そしてです、美味しいものと言いますと、はい、先ほど誕生したばかりの美味しいものが圧倒ですよ、これ、お待ち。こちらにうまかもんありますよ、ちょっと来てください。何でしょう、ちょっと移動しましょうかね。うまかもん、はいはいはい、こちらでございます。はい、ね、さあご紹介したいと思います。こちらご覧ください。はいはいはい、こちらがうまかもんのメロンドームバーガーです。メロンドームバーガー、メロンのネットが網がハンバーガーなんですよ。そうなんですよね、はい、網になってますよね。そしてこのメロンドームバーガーを、まあ、考えられたカクさんです。カクさんです、よろしくお願いします。男でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こだわった部分どんなところですか。はい、そうですね、まずこちらのパンなんですけども、こちらの特徴のあるパンはですね、こちらの小麦さんの方に作ってもらいました。おーおーおー。で、中の方にはですね、私たちのオリジナル商品の、豆腐で作ったメンチカツ、広瀬メンチをですね挟みました。で、あとはですね、この七条で採れたお野菜、レタスをですねを中に挟むことで、ここにしかないご当地バーガーをですね作ることに成功しました。味が気になりますよね、これね。皆さん、ちょっと食べてみたいと思います。すいません、いただきます。いただきますね、くまもんね。入るかな、尾形さん口ね。入るかな、入ったな。結構すっぽり入ったな。おいしいです、はい、パンの部分がもちもちしてて、ね、中身がお豆腐も使ってらっしゃるの で、やっぱヘルシーですね。そうですね、あと食感もふわっとした感じに仕上がってるので、はい、とてもやっぱり食べやすくて美味しいですよ。あのパイ生地もあってですね。そうですね、はい、美味しいです。はい、こちらはいつも購入できるんですか。そうですね、今土日限定で出させてもらっております。あ、そうなんですね、はい、しかもですね、今日は特別に平日なんですけども、これ販売してらっしゃるんですね。はい、そうですね、はい、夕方6時まで営業してますんでね、はい、ぜひともお買い求めになって食べてみてくださいね。はい、はい、そしてですね、いや支配人、まあ美味しいメロンはありますし、そして野菜もありますよね。ご当地の美味しいものもできました。たくさんの方に来ていただきたいですね。そうですね、これからですね、美味しいメロン、美味しい野菜とたくさん出てきます。生産者のこともですね、たくさんおりまして、今精一杯努力しております。で、我々たち一緒になってですね、美味しいものの販売に進めたいと思います。はい、頑張ってくださいね。どうもありがとうございます。さあ、それでは皆さん、くまモンと一緒にゲームをしたいと思います。
移動しましょう。あのすごいことになってます、ご覧ください。こんな感じです。うわありがとうございます。おはようございます。今日朝早くからお越しいただきました。ありがとうございます。太田さん、はい、何でしょう。あの皆さんに刀なんで見ていただいてるか聞いてもらっていいですか。わかりました。はい、皆さんお尋ねしていいですか。カタランネ見てる方、満場一致でございます。素晴らしい、ありがとうございます。さあそれではくまモンとゲームをいきましょう。はい、その名もあっち向いてくまモンです。皆さんいきますよ。さあそれではルールの方を説明したいと思います。くまモンが右か左かを向きます。はい、で皆さんはどちらを向くかよく考えて一緒に参加してください。はい、お願いいたします。さあそれでは早速本番いきたいと思います。皆さん行きます。それではいきます。せーの、今日のくまモンどっち向くの。毎回この歌がどうかと思うんですけどね。こっち向いてくまモン、くまモンどっち向く、あっち向いて、はい、おくまモン左を向きましたということで、はい、左の方を選んだ方、今日一日さらにきっといいことがあると思います。尾形さん、はい、尾形さん、これ2回目なんですけど、はい、成功してます。なんで成功、うん、成功してますよ。あ、してますね。じゃあ OK、 栄太郎さん、はい、頑張ってください。俺が以上、七条町以上って何だろう。すいません遊びに来てください。たくさんの方々ね、来ていただいて嬉しいですね。ちびっ子たちもありがとう。待ってます。これほい、はい、こちらのですね、ホームランメロン当たりましたよ、ね、これ美味しいんですよね、松岡さん。はい、完成込めて作ったんでですね、もう間違いなく美味しかったです。はい、食べてくださいね。食べてください。おめでとうございます。聖子さん、おめでとうございます。おめでとうございます、ね、聖子さん美味しかったですよね、ジョーさんね。美味しかったですよ、ね、聖子さん、やばいっす。やばいぐらい美味しそうです。これメロン作る時、ね、ご苦労あるんですか。なんかとっても大変なところって。あ、メロンを作る上で大変なところ、どんなところですか。やっぱり温度管理、水管理、温度管理ですね、やっぱり。大体この一つのこのホームランメロンを作るのにどのくらいかかるんですか、期間は。大体120日、4ヶ月ですね。長いですね。今日も朝からね、作業してお越しいただいたんですよね。ありがとうございました。ね、恵子さん、おめでとうございます。はい、恵子さん、おめでとうございます。この美味しい